小倉らしは、日本の俳優、栃木県宇都宮市出身、本名同じ、喜劇映画で活躍し、和製チャップリンと呼ばれた。栃木県宇都宮市の生まれ、劇団に入り、地方巡業を経て、1923年に、国勝に入社。1925年に、小竹蒲田撮影所に入社。初めは早くを演じていたが、小津安二郎監督の、 尿房紛失から頭角を表していき、短編喜劇映画の脇役として活躍。1929年、喜劇の神様と呼ばれ、木戸志郎が開拓したナンセンス喜劇を多く演出した、斉藤虎次郎監督の、モダン怪談一億に、国貞だ中治の幽霊役で出演。以降、ナンセンス喜劇の代表的俳優となり、軽妙なドタバタ演技で、人気喜劇俳優となった。 その後、斉藤の小宝騒動などに主演した。また、チャールズ・チャップリンを模して、ちょびひげを生やしていることから和製、チャップリンと呼ばれ、1932年には、チャップリンよなぜ泣くかという映画に主演している。ナンセンス喜劇以外の作品にも多く出演し、名売イプレイヤーとして活躍した。1933年1月に、愛染夢子・ユメコ、オビイラと共に、 準幹部に昇進した。ナンセンス喜劇も終わりを告げた頃である1937年から10年ほど映画には全く出演していない。1948年頃から新東宝の映画に出演した。花火シアチャコなどが主演する喜劇映画で助演した。1957年にダイヤル110番の第15話にゲスト出演しており、唯一のテレビドラマ出演も果たしている。 1958年5月29日死去。息子には、小津安二郎の長屋新四六や晩春で子役として活躍した青木宝妃がいる。爆弾花嫁左。ありがとうございます。